生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。滋賀県へおいでやす。どうも、ミスター京都アキです。本日は滋賀県竜王のアウトレットパークまでやってきました。はい、ほんで今日はね、こちらのアウトレットのフードコートでですね、ちょっと新たな事業が展開されてましたんで、そちらの方をご紹介させていただきます。こちらね、三井アウトレットパーク滋賀竜王フードコートで一風堂さんの跡地でラーメンウォーキングという新業態を11月1日から始めました。このラーメンウォーキングは全国の有名ラーメン店を期間限定3ヶ月から6ヶ月で入れ替えていく大型商業施設では全国初となる企画ですということですね。はい、ほんで今日はそちらに11月1日から新たに入ったミシュランのお店、はい、東京のお店になるんですけども、そちらのラーメンをご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。ということで、やってきましたよ、竜王アウトレットパーク。今からフードコート行ってくるぞ。はい、ほんで今日は第1弾東京のミシュランガイド掲載店のカネキッチンヌードルです。はい、先日発表があった食べログ100名店にも選出されました。食べログの点数は 3.89 です。このラーメンウォーキングは来年にも向けて数店舗も契約しております。近々では年明け3月10日に東京ミッドタウン八重洲に新築店舗を構えます。今のところシークレットになっておりますが、京都の名店も入る予定です。はい、行くぞ。これそうです。ということでやってきました、こちらフードコート竜王ダイニングです。こんだけ店入ってるんですけどね、これですよ。こちら11月1日から、全国人気ラーメン店のリレーイベントということで、3ヶ月から6ヶ月で順番に、はい、新たなミシュランガイド掲載店が、登場します。はい、ほんで第1弾東京のカネキッチンさんが入ってますんで、はい、今から行きます。あ、これ来ました。うまそうやな、これ。チンタン系、チンタンラーメン。これミシュランガイド東京2019-2020-21、3年連続ビブグルマン獲得ということですね。特選トッピングスペシャルラーメン、醤油と塩。はい。ほんで、この卵かけご飯と、塩炙りご飯、ご飯。で、餃子。餃子5です。以上です。ということで来ましたよ、こちら特選トッピングスペシャル醤油と塩。これ醤油ですね。うわー、いいですね。むちゃくちゃ見るからにうまそうな鶏のチンタン系で、これ塩ですね。はい、ほんで今日はこのゆで餃子、これもうまいそうなんで言いました。ほんでセットのトリュフ香る大人の卵かけご飯、これっすね。うわー、このメレンゲ見て、これすごいな。米はね、8代目儀兵衛を使われてます。京都の米ですね。はい、ほんでこちら極め塩炙り肉ご飯ということですね。うわー、肉も大量に乗ってますよ。ということで食らっていくぞー。おらー、ほなこの醤油から見ていこうか。うわー、見てください、この輝いたチンタン、チーユですね、これ。はい、最高の香りしてます。塩もいっときます。うわー、うまそう。こちらも素材の味がしっかり
楽しめる、そんな感じのラーメンですね。じゃあ食らっていきます。はい、そしたらうまそうですね。東京のミシュランの名店です。はい、いただきます。いやー、2段3段とまたあるんで楽しみですけどね。醤油チンタンから。いやー、この上質な醤油と鶏の香りですよ。あー、いつまでも飲めんな、これ体がホッとする、そんなラーメンですね。おー、うまっ。これもまた鶏の出汁が際立ってますね。もう塩、素材の味そのままで美味しいですね。はい、最高です。醤油のキレとコクと香り、これがすごいよ、ほんまスープ。はい、ほんでタレにね、地鶏の丹波鶏を使われてるんで、これはすごい美味しいです。ほんで麺はね、三河屋製麺特注の国産小麦 100% の滑らかな舌触りのということですね。麺いっとこが、これ自家製麺、おー、いいね。ちょっとね、どうしてもフードコートなんで冷めてしまうんで、さっき麺いきます。よっしゃ、うまそうやな。ちょっと全粒粉っぽい麺ですね。これがね、バーゲームじゃない。もちもちしたね、体に優しそうな麺ですね。いや、むちゃくちゃうまいね。よっしゃ、そしたらね、ゆで塩餃子、これいっとこうか。これもなんかまさに芸術品ですよ。うわ、いただきます。よっしゃ、餃子いくね。見るからにもちもちですね、これ。むちゃくちゃうまい。中のあんがね、もうコクと甘みが詰まってね、もがにの皮ももちもちでね、これむちゃくちゃうまいね、この餃子。肉汁もやばい。じゃあ次は塩です。塩、白髪ネギ、でチャーシューしっかり乗ってます。チャーシューもむちゃうまそうだね、これ。いただきます。バリウマチャーシュー、うまいわ。あの、本来の鶏の香りを楽しむなら塩、ほんでそれにプラス醤油のキリッとしたキレを加えたうまさを感じるには醤油、そういうことですね。はい、ようわからんけど、うん。いや、でもどちらもほんま鶏がしっかり香ってね、むちゃくちゃうまい。うん、続いて醤油です。今日は2杯食いです。うわー、この味玉、うわ、これはほんまもうさすがミシュランですね。もうすごい、すごいトロトロですよ、これ。これをこうね、こう、うん、うまっ、半端ねえうまさ。よっしゃ、そしたら続いてご飯系いきます。ご飯はね、京都の8代目義兵衛、うまいに決まってる。これ玄米になってるのかな、玄米っぽいね。ほんでこれが極め塩炙り肉ご飯、チャーシューが大量に乗ってます。これで400円はお値打ちですね。これ炙ったチャーシューが乗ってますね。いただきます。うん、むちゃくちゃうまいよ、これ。うん、チャーシューもね、タレの味がしっかり染み込んでるんで、
ご飯にもタレとかかかってへんだけど、そのまま美味しいですね。めちゃくちゃうまい。うん、お米もさすが京都の人気店ですよ。ゲヘうまい。米もね、あの塩味がついてる。うん、うまい。トリュフ香る大人の卵かけご飯、こんな具合ですよ。これまたおしゃれじゃないですか。あ、乗せなあかんねんな、これ失敗して。これこうですね、こう、これでこうですね。でこのメレンゲをこう乗せたりしながら、うわ、これはやばいな、これやばいな。いただきます。うんま、これなんやこれ。もうトリュフフレンチの香りしますね。これ味付けもむちゃくちゃええわ。これほんで最後に包まれるこのメレンゲの舌触り、これが面白い。うん、この卵かけご飯はね、贅沢ですよ、ほんまに。うんま、これはね、食べる価値ありっすよ、これほんまに。もう超上等な贅沢な卵かけご飯、これで400円は安いね。うん、うまい。いやー、さすが東京のミシュランの名店、うまいわ。ほんまうまい。多分誰もが食べてもうまいと思う。このご飯系僕推しますね。むちゃくちゃうまい。どっちも。いやー、食べきりましたけど、さすがね、東京の人気のミシュラン店のラーメンですよ。もうほんま塩も醤油もね、素材の味がむちゃくちゃいいて、ほんまに美味しかった。でもこのね、ご飯ケースを、これ俺むちゃくちゃ食べてほしい。みんなうまいわ。ほんでこういう感じで、どんどん3ヶ月から6ヶ月に1回ミシュラン系のお店が順番に入ってきますんで、皆さんぜひ楽しみにしてほしいですね。これ僕は入れ替わるためにひょっとしたら来るかもしれないです。ほんで噂によると京都のミシュランの名店も入るということなんで、はい、皆様ぜひ食べに来ていただきたいと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日はこちらミシュランガイド掲載店有名店が出店ということで、第1弾カネキッチンヌードルさん、はい、初潜入してきましたけど、もう大行列ですね、ほんま。あれはね、誰もが美味しいと感じる鶏のラーメン、はい、もうラーメンうまいやけど、ほんま、あのご飯類もむちゃくちゃうまいんで、皆さんぜひ食べに来てください。ほんでこういう形でもういろんな店とも契約もされてまして、3ヶ月ないし6ヶ月に1回お店入れ替えで、はい、いろんな店がミシュラン店が入っていきますんで、皆さん楽しみによろしくお願いしたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、お会いします。ありがとうございました。リオのフードコートも熱いぞ今、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。